皆さんこんにちは。今回は京都大学の特色入試についてお話ししていきます。皆さん特色入試って知ってますか？特別な経歴がなくても実は受けられるのが特色入試なんです。その特色入試について実際に受かった京大生から話を聞いていきますので、最後までぜひ見てください。ではそもそも京大の特色入試とは何でしょう？一般入試とは別に高校時代の実績や大学レベルの知識を評価する入試です。受験科目は学びの設計書と呼ばれる志望理由書、論文、面接などです。一般入試との併願が可能になっています。なるほど。京都大学が実施している独自の入試ですよね。結構推薦とか公募とかに割と近いイメージはあるんですけど、実際にですね、この学びの設計書とはなんかどんな感じなんですか？この学びの設計書とは一般的に志望理由書と言われるものと全く変わりありません、設計書と聞くと本当に図とかを書かされるのかなって難しそうなイメージを持つ方もいるかもしれないんですけど、全くそんなことはなく、他の大学の推薦入試と同じような高校で学んだことや将来やりたいことなどについて書く文章になります、特色入試ではこの学びの設計書と他の試験の総合評価で合格が決まります。学びの設計書は京都大学も他の大手予備校なども特に正解の攻略法などの情報は公開していないので、どんな学力の学生であっても本当の学びの設計書の正解はわからないという点で条件は同じなので、この学びの設計書だけでは合否に大きな差は開かないと分析されています。なるほどですね。他の大学の推薦と同じような形でどういうことを大学で学びたいのか、自分はどういうことをしてきたのかっていうのを自己推薦書として提出するということですよね、内容に関しては、募集要項に指定がある学部を除いては、学校の授業や部活動など他の大学の推薦で書くようなことを書いて全く問題ありません。なるほど。実際に私が経済学部の特色入試に出願した際も、学校の英語の教科書に出てきた経済学の問題をテーマにして書きました。へー。実際に周りの特色入試で合格した友達の話を聞いていても、ほとんどの人が学校でやった調べ学習についてとか、部活動で人間関係で工夫したことについてなど、他の大学の推薦と何ら変わらない内容で書いて皆さん合格されているという印象がでも強いです。なるほど。なんかそのやっぱ数学オリンピック入賞とか、なんか起業してこういうことやりましたとか、なんかボランティアでこんなに人集めてこういうことやりましたみたいな、そんな壮大なことがなくてもいいってことですね。もちろんそういうすごい経歴を持っている方も一部はいらっしゃるんですけれども、本当にそういう特殊な経歴がなくても本当に差がつくことはほとんどないので、そうですね、自分はその大きな何も成し遂げてないから諦めようって思わなくて本当に大丈夫です。なるほど。じゃあ身近な自分の関心があるトピックについて深く深掘りしていければいいってことなんですね。なるほど。吉村さん、その学校の英語の授業とかどういったところを深掘りしたんですか？私は英語の教科書に出てきたエルシステマというベネズエラで貧しい子どもたちに無償で音楽教育を提供するっていう組織があるっていうことを知ったので、それと教育格差を結びつけて、教育格差は経済学の研究テーマとかにもよくなっているので、ここで経済学と結びつけて志望理由書を書きました。なるほど。じゃあ自分が興味があったり疑問に思った点をしっかり研究していくっていうところも書ければいいわけですね。なるほどですね。もう全然インターネットで調べるだけで、十分仕上げることはできるので、なるほど、いいです、すごい参考になります、ありがとうございます。でも実際やっぱりこのやること結構特殊なんで、一般入試より結構難しかったりするんじゃないですか？医学部医学科に飛び級で合格した方がクローズアップされていたりすると、確かにすごく京都大学の特色入試は難しいという印象を持たれがちなんですけれども、学部さえ、そんな難関の学部さえ選ばなければ、一般入試より明らかに効率よく京都大学合格をつかみ取ることができます。もうなんか言ってしまえばちょっと穴場みたいな言い方になっちゃいますけど、そうです、もう本当に穴場もあって、だから京都大学のしかもよくわからない特色入試だからというインパクトだけでおじけづいて諦めてしまうのは本当にもったいないので、もうぜひ特色入試の募集要項をじっくり見てみると、本当に穴場の学部がたくさん見つかります。なるほどね。穴場っていうとねちょっとあれですけども、攻略できそうな感じですけど、本当狙い目というか、学部学びたい人にとってはとても一般入試にも入りやすいということですよね。なるほどですね。すごいいいですね。興味があります。次に京都大学特色入試の得意点をちょっと聞いていきたいんですけども、一つ目は現地受験を避けられる学部学科があることです。文理ともに経済学部、それから工学部のほとんどの学科は提出書類と共通テストの成績だけで合格が決まります。実際に自分の憧れの志望校に行って周りの受験生にプレッシャーを感じながら試験を受けなければいけないことは、ほとんどの受験生にとって受験で一番不安なことの一つだと思います。でも京都大学の一部学科の特色入試なら
ならば書類を出すだけで大丈夫なので、書類であれば過度な1時間の試験時間内に全てを終わらせなければいけないというような時間制限もなく、周りのライバルの目を気にすることもなく、自分のペースで、しかも学校や塾の先生の添削やアドバイスを受けながら合格への書類を仕上げることができるので、これはとても重要なメリットと言えると思います。いやすごいですね、京大行かなくても合否が出ると、はい、なので関東とかに住んでる方も、うんうん、そのいちいち行く負担もなく、はい、国公立合格を狙えるので、はぜひ積極的に挑戦してみてほしいなと感じています。いやこれすごいメリットだと思いますよ、うん、やっぱり関東の有名私大とかっても関東来てくださいみたいな、受けてくださいとかって結構とこもあるので、いやこれすごいですね、国公立も基本受けに行かないといけないですからね、はい、はい、すごいな、これは結構先進的ですね。2点目は筆記試験なしで受けられる学部学科があるということです。農学部の資源生物科学科、食品生物科学科は京大での試験は面接のみとなっています。なので難関国公立に行きたいけれど机に向かういわゆる受験勉強が少し苦手でも、自分が推してる分野、興味がある分野について語るのはすごく得意という人にとっては、筆記試験なく面接だけで行けるというのはすごく有利だと思うので、お話しするのが好きな人は積極的に検討してみてほしいなと思います。いや京大農学部はもう筆記試験なしで入れるんですね。はい、面接だけで。すごい、まあ、なんか京大の特色入試のポスターでなんかあなたの意欲を買いますみたいな、あの総長が言ってるポスターだって、もう本当その通りなんですね。はい、はあ、すごいですね。なるほどね、時代が変わってますね。3つ目は浪人生でも挑戦できるということです。文系学部すべてと医学部、人間健康科学科、理学部、農学部では一浪でも挑戦可能となっています。特に農学部の資源生物科学科、食料環境経済学科は令和2年から令和6年までに高校を卒業した人に受験資格があります。なるほど、まあ、結構現役生のイメージが栄養入試とか推薦入試のイメージでしたけど、そういうこともないってことですね。そうですね、いろんな年齢の人に幅広く開かれてると言えると思います。なるほどですね。ちなみに、なんか募集人数がわずか3人の学部とかもあるんですけど、これ本当に受かるんですか、これ。そうですね、確かに何千人もいる京大受験生や京大生の中の3人と考えると、ちょっとおじけづいてしまうのも本当に無理が、倍率どんだけなんだみたいな、はい、無理はないんですけれども、特色入試は志願者も一般入試に比べて圧倒的に少ないですし、そもそも特色入試を知らない方とか、はい、それでもチャレンジせずにおじけづいてしまう人がほとんどなので、本当に心配する必要はありません。お、なるほど。そうです、だから3人とかでも恐れずに、はい、しっかり受験結果のデータを見て低倍率の狙い目を探していきましょう。実際なんか何倍ぐらいになるんですか。2022年の入試結果を見ると、はい、特に工学部のうちの電気電子工学科の倍率が 2.3 倍、はい、工業科学科の倍率が 1.7 倍なので、はいはい、こちらは一般入試と比べてもかなり倍率が低めで狙い目と言えます。もう 1.7 倍とかって2人に1人以上受かるってことですよね。はい、はい、すごい、圧倒的に狙い目と言えます。めっちゃすごい、だってね、京大の工学部大変ですよ、一般入試の前にもね、はいはい、すごいですね。はい、もう知る人ぞ知る穴場なので、はい、ぜひチャレンジしてみてください、ね。この動画見てる人は結構じゃラッキーですね。はい、狙いたい人見たら狙ってみてください。じゃあ文系はどんな感じですか。文系は実は明らかにここが狙い目と言える学部は正直理系に比べるとありません。というのも文学部や総人など特に採点基準が曖昧であったりとか、経済学部も私が受けた時は論文試験だったのがもう書類だけの選考に大きく傾向が変化したりと、流れがとても読めないので、狙い目は理系に比べてとても少なくなっています。なるほど、まあ、でもなんかめちゃめちゃ倍率は高くなるみたいな、一般入試みたいになるってことはないってことですよね。そうですね、今の傾向だったってことですよね。はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、まあ理系の方が文系よりも狙い目と言いますかね。はい、そうですね。例えばなので今高校2年生で残り1年間一般入試で京都大学を目指すのは学力的に厳しい、でも浪人や学費の高い私立大学に行くのも厳しいとなった場合は、戦略的に理系になって京大の特色入試を目指すのもありかもしれません。なるほどね、まあ、自分のやりたいことがあるっていうのはまあ前提ですけども、はい、そういう戦略的に狙ってもいいってことですよね。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ、京都大学、まあ、全体でも、まあ、狙いやすいって言われるですね、人間健康学科の先端看護科学コース、こちらの特色入試のちょっと具体で教えてもらってもいいですか。はい、京都大学一般入試も含めて入試全体の中で一番の狙い目と分析される人間健康科学科の先端看護科学コースの特色入試は狙い目と言われる理由がいくつかあります。まず出願する際の提出書類に英語資格が不要です。おー、
他の学科だと入試の期日までに計画的に受けなければいけない、しかも対策もしなければいけない、うん、英語資格があったりする場合もあるのですが、うんうん、看護コースではそういった英語資格は必要ないので、思い立ったらすぐに出願に移りやすくなっています。いや、すごいですね。結構難関だと準1とか2級は最低でも必要とかありますよね、うん、はい、はい、ないんですね。それに志望理由も特に指定はなく、はい、うん、先ほど話したように身近な学校や部活についての内容で問題ありません、うん、実際に私の姉が看護コースに特色入試で受かっているんですけれども、姉も部活で後輩をまとめた経験を志望理由書に書いて、それで合格することができていました。お、姉妹でじゃあ兄弟なんですね。すごいね。はい、しかも看護コースは一次試験二次試験、つまり学びの設計書と論文面接の試験ではほとんど不合格になる人はいません。2022年の入試結果の表を見ると、3次試験の共通テスト8割以上の基準を満たすことができず落ちているという人がほとんどです。なので基礎的な共通テスト8割以上取れるだけの学力があれば、京都大学の一般入試の2次試験レベルの学力はなくても十分京都大学に合格することは可能です。なので高校3年生からでも共通テストレベルの基礎であれば、一生懸命頑張れば十分固めることができますし、2次試験の小論文と面接対策も市販の医療用の面接小論文などの対策書や、大手予備校で実施されている医系小論文などの授業で十分対応することができます。なので一般入試の受験勉強が間に合いそうにないと思っても、諦めずに京都大学の特色入試先端看護科学コースにぜひ挑戦してください。ただ他の学部学科では学術オリンピックの出場や英語試験などが必須の場合もあるので、活動実績はできるだけ早めに準備しておきましょう。なるほどですね。すごい。じゃあ京大の一般入試やっぱりかなり難しいですけども、そこまでいかなくてもいける、はい、はい、可能性はありま ありますということですね、はい。まあ、そのやっぱり学部学科で全然違うんですよね、その出願方法が、はい、そこはまあちょっとチェックした方がいいですね、はい、これもしいやすごいですね。ちょっと僕も今回聞いてみてやっぱすごいびっくりしました。本当、はい、本当京大に行きたいっていう人はぜひこの動画もうかなりいい動画になっていると思うので、ぜひ何回も見てほしいですね。というわけで今回は京都大学の特色入試のメリットについて紹介しました。漠然と難しそうで諦めずに、ぜひ積極的に受験を検討してみてください。京都大学の特色入試についてもっと知りたいことがある人はコメント欄でぜひ教えてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。